松崎さん、こんばんはですね。はい、今、7月10日の22時52分で、参議院議員選挙の、結果はもう早かったですね。8時の開票選挙はね、そうですね、本当に良かったですね。はい、ちょっと予想よりも早かったですね。うん、そうですね、圧勝という感じで、はい、まあ、やはり自民党さん強いなという感じですかね。うん、で、それに関しては何か一言いただけたりします？うん、そうですね、まあ、私たちはまあ市民と野党が共闘ということで、うん、柳聖子さん、支援してたんですけども、まあ、残念ながら結果としては、まあ、自民の野村さんが選ばれたということで、ただやっぱり農業の、まあ、専門家というふうに、言われていますけど、今のこの日本の農業の状況、食料自給率が 37% とか、まあ、そのことをとても憂いながら、言われてますけど、こんな日本の今の現状、農業の状況にしたのは一体、誰のせいなのかっていうか、やっぱり長く続いてきた自民党の農業政策の中で今のこの実態があると思うんですよね。ですから誰のせいでもなく政権与党のせいなんだと、なのでそういう面ではどれだけ今後期待ができるかっていうのは非常に私は不安の方が大きいんですけどもね。ですけど、もっと農業を応援して、鹿児島の基幹産業ですから、自給率を本当にこう上げていくというところで、やっぱ本気で頑張ってほしいですね。はい、もう結果が決まったからには、まあ、野村さんがしっかりとこう鹿児島の農業、はい、まあ、日本の農業ですかね、について仕事をしていただけるようにこう牽制をしていくと、はい、こういうふうにまあ切り替えないといけないかなと。そういう感じですかね。そうですね。はい、で、県議補選の結果待ちということで、はい、私全くもうこう選挙については素人で、まだ全然開票されてないんですかね。はい、そうですね、県議選ってそんなもんですか？そうですね、三島、豊島とか、ま、鹿児島市郡区が選挙区ですから、三島豊島の場合は繰り上げで投票があってますから、その分の票は届いていて、まあ、そこは先に空いたみたいですね。その選管の発表でもありましたが、やっぱり鹿児島市の開票っていうのが、まあ、今票を数えながら積み上げはされてると思うんですけど、まだ発表がないので、はい、まあ、参議院選の、選挙区の方が、まあ、先だったのか同時にしながらだったのかよく分かりませんけど、もうちょっと時間かかるようですね。なるほど、だいたいもう未明なのか朝方とかそんな感じですか？そうですね、選管の方では11時40分ぐらいに、なんか終わる予定だとかいうのがなんかあったみたいですけど。なるほど、11時40分に結果が出そうかなと。はい、そういうふうな見込みみたいですけど。なるほどですね、はい、ですので、まあ、さっきちょっと伺ったんですけど、その時はまだ来られてない。それは松崎さんだけじゃなくてどの候補者もそうでした。ああ、そうですか。ので、まあ、大体今頃ぐらいから来るかなっていう感じですかね。で、皆さんで応援団の人応援の方々と一緒にこう結果を見るような感じなんですかね。そうですね、まあ、通常であればもっと早い時間から始まりますから、ですけど、もう時間が時間なので、遅くなるというのが予想されているので、まあ、皆さんも出てきてっていうふうなことは、なかなか大変かもしれませんね。まあ、上に、まあ、十数人集まってますけど、はい、なるほどですね。今回、まあ、選挙戦入られて、いかがでした？こう手応えとか、もう日を追うごとに、こう支援者の方が増えていったとか、こう、はい、足を止める街頭演説の時の雰囲気とか、はい、手応えはいかがでした？そうですね、始まった当初は
まあ、参議院選挙があるってことは分かってましたけども、うん、県議補欠選挙があるってこともことはなかなかご存じない方もいらっしゃったようで、最初は、うん、あのなんていうのかそのどちらかといえばあのあまり関心がないような感じの雰囲気っていうのをこう受けたんですけども、まあ、それこそあの選挙が実際に始まってからは、参議院選挙始まると県議の補欠選挙の告示までは全く車が出せませんので、県議の選挙できないんですね。でしたが、まあ、県議の補欠選挙が始まった途端にっていうか、とてもいろんなところで行きながら、私も、車からも訴えますし、街頭での演説を14、15回ずつ毎日やってきてましたけど、日を追うごとにやっぱり激励のこう声が寄せられるっていうか、うん、支援者の方が出てこられるというか、それが増えていったっていうのはあの感じながら行きました、うん、なるほどですね、ということはその三島とかそういう島にも行かれた。あ、今回は行けなかったですね。そうですよね。前の、 あの現職時代は三島と島に、まあ、全ての島は渡れないんですけども、うんうん、いくつかの島にそれこそハンドマイクと上りを持って行って、泊まりがけで、訴えてというのもやりましたけど、今回はもう全然時間がなかったので、そうですよね、おそらくできなかったですね。なるほどですね、はい、開票を待たれる、その短い間にですね、すみません、押しかけてしまいまして、ありがとうございました。